幸い、アキラ選挙株式会社は、かつて存在した、日本の造船メーカーである。今治造船グループに属する中手造船所として、新造船建造を主力事業としてきた。2014年2月1日に、今治造船によって、九州合併され、今治造船広島工場となった。建造設備として、800トン級のゴライアスクレーン4機、200トン級のゴライアスクレーン2機、 計6機のゴライアスクレーンを所有している。設備規模は今治造船の建造所で最大級。大規模な設備を利用してコンテナ船、バラ積み運搬船、タンカーといった大型船舶の建造を行っている。また、2002年には高度な技術を要する LNG 船、2007年には超大型コンテナ船の建造に中手造船所として初めて着手している。特に、 超大型コンテナ船の建造は、i h アイマリン・ユナイテッド、三菱重工に続いて、日本で3番目に建造することになった。日本で建造された船舶の中で、技術的、芸術的、社会的に優れた船を、日本船舶海洋工学会が表彰する、Ship of the Year 2008の大型貨物船部門賞に、当社建造の LNG 船、トリニティ・アローが選ばれた。 2009年10月ルルカジャパンより、ゼズ1万8001の認証を取得し、安全面強化。元参議院議員の溝手県政は、過去に、同社の副社長、社長を務めた。ありがとうございます。